使ったことありますよ。中学校くらいかな。なんかあのそういうコーナーがあって自分で作ったんですけど、いかんせん僕絵が下手くそなんでみんなに笑われて終了したんですけど、でもねそれいい思い出なんで、まあ、これを機にね大人になって、ね、油絵とかでパーって描いて子供に読み聞かせたいですね。ちょうど今可愛いお子さんがいる。初めてなんですけど、ここ絵本がたくさん売ってるんですよ。すっごいワクワクするっていうか、童心に戻るっていうか、僕こういうカラクリの絵本とか童話とかそういうの大好きなんですけど、今でも大好きなんですけど、ここ来てもう今朝の11時くらいなんですけど、もう一気にテンション上がりました。いろいろ読みますね。だから今でもウォーリーを探せってわかりますかね。ウォーリーを探せ の携帯版っていうのを今売ってるんですけど、それ絶対カバンに入れてますし、そういうのもまあ読みますし、普通に小説も読みます。僕ね小学校時代ですごい流行った絵本があって、その絵本は図書館で2冊くらいしかないんですけど、もう絶対予約しとかないと、もう10人くらいが予約してるくらいたくさん人気がある作品なんですけど、絶対みんな知ってます。解決ゾロリです。解決ゾロリっていう、まあ、小説アニメ、まあ、アニメもされてるんですけど、結構人気の作品で、それがすごい面白くて人気だっていう思い出があって、それが好きですね。今何だったかな。で、見たい映画はたくさんあるんですよ。あれ、なんだっけな。見たいなって映画が何作かあるんで、それが気になります。ハマってることは最近自転車です。普通の自転車じゃないですよ。ママチャリとかじゃないですよ。車体が細い、タイヤが細い自転車あるの分かりますかね。それに今ハマってるんですけど、ちょうど友人がプレゼントとしてくれてすごい気に入ってるんですけど、それがもうねすごく速くて、今まで体験したことがないくらい速く走れるんですよ。だから普通に車と一緒に道路も走れますし、でもねもう楽しすぎてもう調子に乗っちゃって、この前ペダルあるじゃないですか。あのペダルがねちょっとねギザギザなんですよ。そのペダルにねグサッていってね、足が今ね大変なことなんですけど、絆創膏今ねここにね縦に2つ貼っております。普通に横ですけど、縦ってね俺も見たことないんですよ、この貼り方は。まあ剥がしたらねそんな大した傷じゃないんですけど、まあちょっと怪我をしちゃったという。まあでも怪我をするくらい楽しい、まあでも楽しいけど怪我をしちゃいけない、仕事も大事なんでね。はい、それが今ハマってますね。これからもたくさん頑張ります。